二個のピエメマイナス二地雷。ピエメマイナス二地雷とは、ユーゴスラビア製の爆風型大人地雷である。しばしば、パステタとも称されるが、その理由は、外見がパテを詰めた缶詰に似るためである。この地雷は濃い緑のプラスチックで作られ、独特な六方向に突き出た花びら様のプランジャーを取り付けている。この地雷は、六方向に突き出たプランジャーが、 下方に移動するのを防ぐピンを除去することで、作動可能状態になる。安全ピンを除去した後、被害者の足によって、プランジャーに十分な圧力が加わると、これは、主進管のボディへと押し下げられていき、摩擦に鋭敏な加工品を発火させる。加工品は発火すると雷管に火をつけ、小さな RDX のブースター界に着火し、主作薬である TNT を爆発させる。 普通ピエメマイナス2地雷は埋設されるが、正常のプランジャー部分のみは地上に突き出される。しかしこの地雷は、他の種類のように完全に覆い隠されていないとはいえ、よく追い茂った下場や落ち葉の散らばる場所では、探知が非常に困難である。目視で探されたり、地雷除去の工程を邪魔するため、この地雷は他の方法でも据え付けられる。例えば、時折ピエメマイナス2地雷は、 完全に逆さまに据えられ、地上レベルから1センチメートル程度しか基部が見えないよう設置される。また代わりに、これらの地雷は地面に対して傾けて埋め込まれる。このやり方では、地雷が完全に埋め込まれており、正常のプランチャーは、地雷除去作業者の除去用のプローブに向かい合うこととなる。地雷腹では、ピエメ -2 地雷が、以上3種類の方法のいくつか。 またはすべてを使って埋め込まれている。この地雷は爆風による急激な加圧で地雷を起爆させるという従来的な爆発を用いた地雷処理法に対応できる。加えてピエメマイナスには非金属性地雷である。金属の内容ものは新艦内にごく少量のアルミニウムが用いられるに止まる。ピエメマイナスに地雷の作る爆風は知識的なものではないとはいえ、 普通は被害者の足を破壊し、いくつかの形で歩行に、向上的な障害を負わせる。ピエメに地雷の投入例は、アルバニア、アンゴラ、ボスニア、カンボジア、クロアチア、セルビア、ジンバブエ、ナミビアで見られる。ありがとうございます。